アブラガニパラリトーデスプラッテプスは、エビメ、ヤドカリシタメ、タラバガニカに分類される、甲殻類の一種。名前に、ガニとあるが、ヤドカリの仲間に分類される。タラバガニに近縁で、食用にもなるが、偽装表示されて流通したことが問題となったことがある。青ガニという別名もあるが、これは、ワタリガニカのカニの一種カルネクティーズサッパダスの、 標準和名としても用いられるので混同しやすい。幸福20センチメートルほど。タラバガニよりは小型で、爪がやや長く足の裏に色素がない。甲羅表面の心意気に4個の棘状突起があり、6個のタラバガニと区別できる。ただし、ごくたまに5から6個ある個体が見つかる。生体の体色はタラバガニより青みを帯び、青ガニの別名もここに由来するが、 体色では判別しがたい。和名の由来は、カニ味噌が油っこいという説と、甲羅の表面に油を塗ったような光沢があるという説の二つがある。日本海、オホーツク海、ベーリング海沿岸域に分布し、特にベーリング海北部で多産する。タラバガニと同様に食用に漁獲されるが、油ガニの漁期は1月から6月。 タラバガニの魚器は7月から12月と重複せず、流通期間も異なる。食味はタラバガニよりやや劣るとされるが、冷凍焼け、茹ですぎ、旬を外すなどで味の落ちたタラバガニと比べると遜色がなくなる。度重なる報道により知名度が向上し、値段も相応に安くなったことから、消費者による使命買いも増えているという。ありがとうございます。